でもうちょっとその歪みと地震の関係を、まあ、基本的にこれ極めて単純化して話しますともともと地面っていうのは力がかかってなければ歪みはゼロ歪んでないわけですけれども何、まあ、か例えばこういう四角い,、まあ、四角い地面があったとしてですねそこに上の方にこう力をかけて横にこうずらすようなことをかけると最初は歪みゼロなんですがこれだんだんこう。 歪んでいきますよねでだんだん歪ずみでいってこれがある限界までいくと、まあ、例えばここにパカッという割れ目ができて断層がずれる、まあ、そういうのが地震だとという,ふうに考えることもできますもちろんこれは現実世界としてはこんなに単純ではなくて場所によって硬いところがあったり柔らかいところがあったりしますんでこんな単純には歪まないんですけどまあ理想的に考えると、まあ、こういう。 ことがまあひず、まあ、みっていうのがどんどん溜まっていくと最終的にはこう断層がずれて、えー、まあそれがまあこれをここ,ここまでは実はその力を取り去ると元に戻るんですね。でそういう力を取り去ると元に戻るひずみを断性ひずみっていうふうに言います。でその断正歪みが ここではもう断層がずれちゃうと元に戻りますもう力を取っても取り除いても元に戻りません。でその取り除いても元に戻らない歪みは非弾性歪みというふうに言います。で地震っていうのはだからある意味それまで弾性歪みだったものが非弾性歪みに変化する、まあ、そういう過程だということが言うこともできます。で実際その断層が地震の時にずれるっていうのは最初にお見せした台湾の写真でもそうですし。 まあ今回熊本地震でちょっとこれはあ,のあんまり分かりやすい断層じゃないんですけどここにこれブロック塀が立っていて実はここに断層ができましもともとはもちろんブロック塀まっすぐだったんですけれども地震の時の断層地表地震断層ができて大体5 0ンチばかりここがずれてしまった。 手前側に対して向こう側が右側にずれてますからこれは右横ずれ断層という、まあ、言われるタイプの断層ですけれども、まあ、そういう断層が今回生じたってことがわかります。で、えー、その歪みのスケロの分布特に例えば新潟とかから神戸にかけて歪みが大きいんですけれども、まあ、そういうものがどうしてできるのかっていうのをちょっともうちょっと、まあ、漫画を使って考えていきたいと思います。で 最初に説明したように基本的にこう海のプレートが陸地のプレートに沈み込むでこの一部がくっついているわけですねでそうするともしこの陸地のプレートがまあ一枚は完全に一様なものであったらば基本的にこうこのくっついている場所が一番大きく変形してそれから遠ざかるに従ってどんどんその変形量っていうのは小さくなりますでこれはまあ断層大陸学っていう、まあ 物理の理論を使うとそういうものは完全に予測できて理論的にはですねこう変異その場所の移動,その変異移動量ですねそれっていうのはこのくっついている場所から離れるに従うとこんな感じで小さくなるんですね。これは距離ののに分一方歪みっていうのはこの先ほどちょっと数学的な話をしましたが変異の えっと一階微分、空階微分なので、これ二乗分の1で落ちるものに対する歪みっていうのはさ三乗分の1で落ちるというような形になります。ですので基本的にこういうくっついてる場所から離れると急激に小さくなるはずで、新潟とかあるいはこの近畿でもその備後とか岐阜の方に歪みが大きくなるっていうのは その南海トラフからだいぶ離れてますから、そういうところっていうのは説明できないわけですね。ですけれども、まあ、その実際の観測値を、まあ、ちょっと漫画的に書くと、こんな感じになっていて。まあ、もちろん太平洋、太平洋側が大きいのは、も、ま、う、あ、事実なんですけれども。こういう内陸のところでも、なんかこう段差みたいのができてたり、歪みにすると。まあ、大きい局所的に大きいところができているということになります。じゃあ、なんでこういうのが。 できるんだろうって、まあ、そういうことなんですけれどもそれはまあ一つの仮説としては我々はまあこんなふうに思っています。で実際今まではこう陸のプレートっていうのはこう一枚岩だというふうに思ってたんですけれども実際は陸地のプレートの中でも極端に周りよりも柔らかい場所あるいはまあもうこれは断層と言ってもいいかもしれませんけどここがもうまあ切れてるような場所があってそうすると。 まあこうまあこの図だとこう陸地のプレート三つに分かれているわけですね。でそういうような状況になっていると、まあここがくっついてこう海のプレートが押してもですね、それがこうきれいに減衰しないってことが起こります。要はここの部分はなんか一塊のこういうような同じような動きをして、一方でここもはここよりは小さいんだけれども、まあ同じをそれよりは小さい量でまあ一体のような動き。 まあこれブロック運動というふうに呼んだりしますがそういうような運動になるだろうと。でそれプラスさっきまあ理論的に言った乗分の1で落ちていくような滑らかなものができるのでこれとこれの足し合わせがまあ今我々観測しているものになるんじゃないかという、まあ、そういうイメージになるわけです。でそうすると、まあ、あの先ほどの観測データっていうのをまあ説明再現することができると。 いうふうに考えています。じゃあ実際こういうなんかこう内陸の中に顕著な断層とか柔らかい場所があるんですかっていうことですけれども、それはまあ我々近畿であれば活断層っていうものがそれに相当しますし、中国地方であるとまたちょっと別の形のものが存在します。でちょっと中国地方のまあ特に山陰地方に注目していきたいんですが、これあの左 の図はですね、えー、普段起こっている非常に小さな地震の震源分布です。で、時間がですね、1998年から2014年のまあ16年間で、えー、示したもので、この一点一点がそのちっちゃい地震の震源です。で、この中国地方を見ると、まあ非常に顕著なのが、こういう山口県から島根県、鳥取県にかけて、なんかこう線上に地震が多いところっていうのはこう分布しているわけですね。 でこれはまあほとんどが小さい地震なんですけど実はまあ鳥取とか島根の山陰では大きな地震も結構いっぱい起きてまして右側がまあ歴史的に起こったマグニチュード6以上の地震の震源分布をこう示してるんですけれどもあの有名なのは1943年の鳥取地震という地震がありますでこれはあの鳥取市の直下で起こった地震で、まあ、死者が2,000人近く出た地震ですし。 まあ最近ですと2000年ですねもうこれもう16年前ですけれどもこの鳥取県西部、まあ、米子の方で大きい地震がありました。でこの地域はこうやって地震がなんか線上に分布したり大きい地震がいっぱい起こっているんですけれども知られている活断層っていうのはありません。でこのの左側の図には、は 点線茶色い点線で活断層の分布を示しているんですけど、まあ、こういう近畿とか四国には活断層があるんですが山陰地方には活断層がないというふうなことになってまして、まあ、これはまあ本当にないのかあんまり調べられてないだけなのか、まあ、そういう、まあ、どちらかははっきりしないんですけれども今のところ見つかっていないということです。でこういう地震ではしかし地震ではこう非常に明瞭な線状の分布が見られます。 GPS のデータをもう一度ちょっとここの辺詳しく見てみますとちょっとこのこの四角で赤で囲った領域だけのデータを取り出してグラフに示したのがこちらの図です。でこのグラフはですねこの横軸が、えー、とこの太平洋側でこちら側が日本海側要はこういう方向の変化を、まあ、こ,こちらに示したもので,でこの このカラーのついた丸はですねこれが東西方向にどれだけ GPS の観測点が動いているかそういうものを表したものです。ですよね矢印はですのでこの大きいのがこちら側この辺のデータがこの四角四国のこの辺りのデータに対応してこの中央地方岡山県の辺りのデータっていうのが、まあ、あんまり変化がないこの辺りが岡山県のデータになります。 で要は四国の方から非常に大きな変化があるんだけれども岡山の辺りに行くとあんまり変化がないとですがここになんかちょっと段差があってでその段差がちょうど鳥取のの海岸線りりになりますでこれをまあ歪み集中帯というふうに呼んでいますけれどもでこういうデータが例えばここと,、えー、とこの3つの 鳥取県と岡山県の間がそれぞれブロックに分かれていてそのブロックが間がまああのくっついていると、ね、年間で 4mm そのブロックがこうずれ動いているっていうふうにした場合の理論的な曲線がこうなってましてこの辺のこう変化っていうのをこういう理論曲線で大体説明できるわけです。要はは、この観測データからは この辺りになか、そう,うブロックの境目があるんじゃないかと。まあ、そういうものを説明、えー、示唆しているわけです。で、こういうまあブロックの運動っていうのは1943年の時に実際ここに断層が現れたんですけれども、その断層の動き方ともまあ説明だいたい合っておりまして、山陰地方っていうのは今活断層っていうのは見つかってないんです。けれども、こういうブロック的な運動が。 この辺りを境に北と南で違う動きがあるんじゃないかとそういうことで説明が可能です